はい、皆さんこんにちは。佐賀キャスでございます。日本はね、平成 の、 大バブルが崩壊してからですね、失われた20年とか失われた30年と言ってますね。あのバブル崩壊を1990年というふうに考えたのなら今で32年ですねもうそんな経ったんかという感じです。まあ、バブル崩壊を1990年ではなくって92年とかにすればちょうど30年になりますね。まあどこをどう見るかによりますけど、株価が頂点を迎えたのは1989年の12月ですね。3万8000台になりました。で、1990年のお正月大発会はですね、大発会って言うんですか、大発会、知らんけどはですね、下がって始まりまして、そこからでーって下がって3万8000円に、乗っていないですね。さて、それと同じようにですね、愉快なお隣さんたちはですね、我々との関係をですね、この10年間ですね、2012年からの10年間をですね、失われた10年というふうに言うてありますね。中央日報韓日ビジョンフォーラム、韓日関係失われた10年、両国の青年に未来を開くべき1って向こう側の立場がね、ようわかる。引っ越しができない地政学的な運命共同体、それが韓日関係の宿命だって、そっくり同じことを言い返したいですね。もう僕ら離れたいねん、ほんまハワイの沖までほんまに。ところが両国関係は最悪の状況を迎えている。イ・ミョンパク政権末期に亀裂が入ってすでに10年が経つ。あのイ・ミョンパクさんという方がですね、この大阪生まれの愉快の隣の大統領先々代ですね、が5年の任期の終わり頃にですね、人気が急落しまして、その時に、大統領として初めて竹島に上陸したんですね。ほんでオラーってやったわけですよ天皇謝れとかってアホなこといっぱい言わはったんですね。それでですね、なんか両国関係シャーッとなんか冷たくなった。この期間はまさに韓日関係の失われた10年と言えると。まあその後ね、一回ね、2015年にですね、安倍さんとパク・クネさんの政権の時にですね、日韓政府間合意っていうのはできたんですよ。2015年の暮れでしたね。でもそれはですね、約束したことは一回も守られず、日本側守ったんですよ。守って10億円払ったんですけども、一回も守られずに、2017年にですね、ムンジェインさんがですね、あんなもんは手続きはなってない、いや無効やとかって言うたわけですね。ほんで、2020年の初めに、いやあれはやっぱり有効やとか言ってましたね2021年の初めだったかなまあまあ、ね、そういうお国柄でございますんで、日本は1965年韓日請求権協定に基づく有償無償8億ドルの支援金で、過去の問題の債務が一括妥結したという立場を固守する。それだとそれでそう決めたんや。韓国の立場は違う。請求権資金を受け、ポハン製鉄とキョンプ高速道路建設など経済開発に活用したのは事実だ。しかし慰安婦や徴用工など被害者当事者は謝罪と賠償を受けることができなかったと反発する。それはそっちの国内問題ですね。あれで全部一括解決という文言がありますんでね。2015年12月にパク・クネ政権が苦労して和解や資材団を設立し、日本政府が基金を支援し、10億円ですね、劇的に和解するかと思われた。しかし、ムン・ジェイン政権に入って和解や資材団は事実上解体し、韓国大法院各国最高裁が2018年10月に徴用工損害賠償請求権を認め、対立が激化した。その間に死去した被害当事者も多く、慰安婦被害者の生存者はもう13人しかいない。何か10書いてありますね。先月31日に出版された複合大転換期新しい韓日パートナーシップを探しては、このように塞がった韓両国関係の開票に向けた方策を多角的に模索している。いや別に多角的に模索せんで約束守ってくれたらいいだけだね。
約束条約ね、一旦決めたことを守ってくれなきゃですね、そんな話し合いさえできひんや、また約束したことを守らへんとか言うたらどうすんのや、ほんまに。2019年に始まった韓日ビジョンフォーラムの参加者が過去3年間に議論してきた内容だ。失われた10年が今後も続くかもしれないという切迫感のためか、続く、絶対続く。専門家は冷静かつ現実的な代案を提示している。内容が深く、歴史的、学問的にも価値が大きい。そうなん。これ。なんか具体的なこと書いてあるのかなと思って読んでるんですけど、具体的なこと書いてないですね。向こう側だけですね。日本人は書いてない。はい、書いてないんで、2に行きましょう。2。なんでこんな、なんていうか、長々と書くんでしょうね。具体的なことを書いてないですね。例えばこんなどうでもいいこと書いてありますね。過去10年間、韓日相互間の認識、感情、理解、期待、信頼のギャップは大きく拡大したとし、こうしたギャップの拡大は両国の相手に対する好感度と信頼度を大きく減少させた。いや、その通りやん。昨年6月の韓国日報、読売新聞共同韓日世論調査によると、韓国人の日本に対する好感度は 20.2%、日本人の韓国に対する好感度は 38% だった。まだそんなあるんですか。最近の調査ではかなり下がってるような感じですよね。なんか具体的なことは書いてないですね。なんかふわっとしたことが書いてある。こんなことですね。チェ・ヒシク国民大教授は韓日政策ネットワークの再構築を促した。その間、両国の政治、経済、文化など幅広い分野で交流があったが、時代の変化を反映して公共外交の観点で、戦略的な交流を活性化すべきだと提案した。あ、そうですかって感じですね。なんでこう内容のないことをつらつらとこう書き続けるんでしょうね。いや、結局ないですね。最後のところだけ読んで終わりましょう。しかし、もう未来に目を向けなければいけない。そりゃそうやん。ハン理事長は、上の世代は、両国の若者は韓日関係の未来を思い通りに設計できるよう機会を開かなければいけないと強調した。方法はいくらでもある。いくらでもあるんか、そんなもん。あるんやったら示しいな、みたいな。日本が徴用被害者の保証金を拒否するのなら、お金は我々が出して日本の指導者から誠意ある謝罪を受ければよい。なんか謝罪にこだわるんですね。しかし、協力することは増えている。日本が事実上包括的、斬新的な環太平洋経済パートナー協定 CPTTP を主導しているため、韓国は日本の了解が必要だ。中国の CPTTP 加入宣言で韓国も参加が避けられなくなった。ここに加わることができなければ、グローバル通商ののけものに転落する可能性も排除できないで終わってます。何が言いたいのかようわからん。時々あるんですよ、この愉快な大人さんのタイトルだけはね、なんか期待させるんですけどね、読んでったらなんか内容全然ないやんという記事が。いや、もうもちろん日本のメディアにもありますよ、ありますけど、やたらと長いんですね。長く書くことがね、自分たちの権威だというふうに思ってる節があるようですね、向こうの方々が。で、まあ、これ、結局、失われた10年、10年というのは確かな話であってですね、一回2015年の政府間合意でですね、なおな、なんていうか、友好が復活しそうになったんだけども、向こうが裏切ったということですね。で、だから日本はそんなに条約を守ってくれよ、合意を守ってくれよという以外にこう言いようがないわけであって、新たに話し合いを言われても、約束守らへん相手と話しようってどうすんねんって、また守ってもらえへん約束すんのみたいな、そういうことですよね。そのあたりを彼らは全くですね、認識していないというか、まあ、自分らのことばっかり言うてるわけですね。
だから失われた10年はね、多分ね、そう簡単に修復しないんで、まだ10年ぐらいは平気で続くんちゃうかなという気がしますね。日本側からは歩み寄れないんで、向こうが何とかしなあかんのですけど、まあ何回も言ってます通り、この件向こうは歩み寄れないんですよ、感情的に。で、日本の場合ね、感情より理屈でね、理屈でそうやったらもしゃあないやんというふうにして理屈を優先することは多少はできるんですけど、向こうはそれは不可能なんですね、特に日本に関しては。だから理屈で押し切ってこんなん条約通りやるやんというふうなことをもし大統領が決めてやったらですね、多分弾劾されます。ものすごい勢いで弾劾されますから、できないはずなんですね。まあだからほぼですね、これは解決できないということになります。でかつてはね、バイデンさんが副大統領やってる時はアメリカがお前らなもういかにせいやって水面下で動いてくれたんですけども、もうその行きさつがあるんでね、2015年一生懸命バイデンさんが準備を整えて、やってくれた日韓の政府間合意っていうものを向こうが覆したでしょう。だからアメリカはもうね、仲介する気なんか一切ないんですよ。お前ら勝手にせえという世界なんですよ。だからこれはもう一切解決できないということですね。どう解決するんやろうということですね。で日本も日本でね、これあれを曲げるとね、これも多分内閣飛ぶぐらいの勢いで、多分曲げると今度は日本外交史に残る過去になりますからね、それもできないと思いますね。はい、ということで永遠に解決できないと、理論的には永遠に解決できないというのは今の我々と大人さんの関係であると。だから失われた10年は20年になりますよというお話でございました。特に貼りませんので、もし読みたい方は見つけてください。韓日ビジョンフォーラム、韓日関係失われた10年、両国の青年に未来を開くべきというタイトルの1、2の記事でございまして、中央日報というところに載っております。はい、皆さんどうもありがとうございました。